はい、皆さんこんにちは、こんばんは、流星です。お疲れ様です。11月26日金曜日11時5分を回ろうかというところで、お話をしていきたいと思います。で、今日のタイトルは新しい時代が来るっていうお話をちょっとねしていきたいと思います。で、まあ直接的なね話をするとバーンされる可能性があるので、ちょっとオブラートに包んだ表現とかね言い方で話をすることがあって分かりづらい場合があるかもわからないですけどね、まあ鋭い方ならねすぐ分かっていただけると思うんで、ちょっと話をしていきたいと思いますね。で、今もやはりあの騒動、2020年から始まったあの騒動が続いてますよね。で、まあ大変ですよね、今もね。やっぱりメディアとかね、官庁とか政府とかが同じことを言ってるんで、まあそれに従わなきゃいけないよねって思われる方もね、多くいらっしゃってね、それに従ってやってる方はいますよね。まあ私は全然従ってないんですけどね。で、従わない人っていう人たちは、なんで従わないかっていう理由としては、やっぱり自分の頭で考えて、自分でいろいろまあ調べてね、自分なりの答えを出してる人たちなんですよね。で、インターネットがまあ全て正しいとも言ってなくて、自分のまあ直感力もあるし、肌感覚もあるんですよね。周りを見ていて、やっぱりこれはおかしいよねとか、これは大丈夫だよねとかいう判断を自分の頭でね、人に聞いたこととか、テレビが言ってることとかね、そういったことを鵜呑みにせずにね、自分の頭でやっぱり判断してみるんですよね。例えばまあ空が青いとかね、雲がかかってるとか、自分のやっぱり目で見たら空が晴れてるとかね、綺麗だっていうのがわかるじゃないですか。いくらメディアが空が今日は快晴ですって言っても、自分の目で空を見ないと本当で晴れてるかはわからないじゃないですか。それと一緒でですね、やっぱり今世の中がね、ニュース報道で賑わってることも本当なのかまあわからないですよね。本当でそれが真実なのかっていうのはやっぱりわからないですよね。真実っていうものがね、本当にどこまで正確に伝わってるかは、まあ誰にもわからないと思うんですよね。だから自分の頭でやっぱり一度考えて、おかしいことはおかしいって思ったらね、口に出すっていうことがやっぱり大事だと思うんですよね。で、その気づいてる人たちがどんどんまあ増えてきて、新しい時代がね、まあいつかまた来ると思うんですよね。まあ今もだいぶ新しい時代移り変わってはいってると思うんですよね。まあ世の中が間違った方向にね、行ってる部分もあるしね、正しい部分もあるとは思うんですけどね。で、あとまあ正しいとか間違いとか、その極端にね、0か100かっていう判断をせずにね、やっぱりグラディエーションがあると思うんですよね。物事にはね、グレーな部分ももちろんあるしね、はっきりしてる部分もあるし、はっきりしてない部分もあるしね、まあそれはそれでいいと思うんですよね。まあファジーな感覚っていうかね、はっきり白黒つけなくてもいいっていうような感覚もあるんですけどね。で、やっぱり新しい時代がまあ来ていると思うし、今後もやっぱりそういったまあ目覚めてない人っていう言い方をするのもちょっと失礼かもしれないですけどね、今まで通り何不自由なくまあ生きてこられた人を、まあテレビとかね、新聞とかを取って読んで、あ、今政府がこういうことを言ってるから、こういうふうに気をつけなくちゃいけないんだなって思われる方もいらっしゃいますしね。で、そうでなくて、いろんなことを調べて、裏社会とかね、いろんなことを知ってしまった人は、あ、政府の言う通りにすると幸せにはなれないなって気づいた方もいらっしゃるしね。で、この気づいた方が今もまあ毎日増えてると思うんですよね。で、そういう人たちでまた世の中が変わっていくと思うんですよね。まあいい方向に変わっていってくれたらいいんですけどね。まあ私もその中のまあ一人だとは思うんですけど。で、そういう人たちが要は増えてくると、やっぱり世の中の概念とかね、常識とかがまた書き換えられていくと思うんですよね。それで新しい文化とかね、
新しい風習とか考え方とかモラルとかね、まあ昔ながらのねいいモラルとか倫理とかがまた復活したりとかして新しい時代が来ると思うんですよね。で、まあ温故知新っていう言葉もあって、昔古き良き時代のいい風習とか習慣は残しておくとか、まあ復活させるとかね。で、今の例えば権力者が滅びた後にやっぱり昔ながらの封印していたいい風習をまた復活させるとかね、まあ例えば日本の古来のね考え方、精神性とかね、そういったものをねまた復活させるっていう時代も来るんじゃないかと思うんですけどね。まあここまであからさまになってる時代っていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。ここまあ10年20年ですよね。それでまあ気づかれた方多くいらっしゃると思うんですよね。まあ私もその中の一人なんですけどね。だから世の中がまあ好転していけばっていう希望もあるんですけど、やっぱりそういう気づいた目覚めた人たちが増えてきてるっていう実感の中で、やっぱり時代は動いていくんじゃないかなって思うんですよね。まあマイナスな悲観的なね考え方よりもやっぱりプラスのね思考をした方がいいし、やっぱり人間はどうしてもねマイナスなことも考えがちなんですけど、やっぱり幸せになりたいじゃないですか。やっぱり私一人だけじゃなくて周りも幸せじゃないとその人は幸せになれないんですよね。私だって幸せにはなれないんですよ。周りの人も幸せじゃないとね。あと順番があって、自分がまず幸せにならないと周りを幸せにできないと思うんですよね。自分が幸せじゃなかったらパワーが出ないですよね。不幸だったらどうですか、パワー出ないですよね。人を幸せにするっていう発想すら起きないんじゃないですかね。だから自分をまず大事にして、自分の感覚とか自分が思った考え方を信じてあげて、で行動すれば自分を幸せにできる現実ができると思うんですよね。そして周りの人に優しくできる余裕ができるので、周りの人に優しくして周りも幸せになっていくんじゃないかなって、プラスの連鎖がね起きていくんじゃないかなっていうのを2021年11月26日今この段階でね改めて思いますね。これは去年からねそういう感覚は芽生えてきたんですよね。私も最初2020年の前半はやっぱりもちろん気づいてはいたんですけど、567の騒動とかね、ああいう薬とかやっぱり医療関係の人たち勢力がねやっぱりそうやっていろんな営業的なことで仕掛けてくるんですけど、まあ私はもう事前に調べてましたんで、やっぱりおかしいよねっていう、やっぱ不自然なのでね、その辺は訴え続けてはいましたけどね、周りの人に声をかけたりとかするんですけど、やっぱり対立が生まれてしまうんですよね。だから北風と太陽っていう昔話みたいにね、やっぱり北風で無理にね主張して良かれと思って正そうとしても、やっぱり相手側の考え方が違うので対立を生んじゃうんですよね。それよりもやっぱり太陽に見習ってね、さんさんと照らす太陽はね、旅人が暑くてまあマントを脱ぐっていうことで、まあ相手の話も聞いてあげて、その中でまあ話し合いをしていくっていうのがいいと思うんですけどね。それでまあすぐには解決できないことが多いですけどね。人間はやっぱり思い込みとかね、自分が生まれ育った環境とか学校で教えられたこととかがね頭の中に深く刻まれてますんでね、なかなか考え方が変わるっていうのがないのでね、まずは自分から変わっていって周りが徐々に変わっていくんじゃないかっていうふうに思いますね。だから新しい時代がね徐々に変わっていくと思いますね。常識とか世相とかも徐々に変化していくんじゃないかなと思うんですよね。個人的にはまあ新しい時代が来るっていうのも古き良きねいい時代の風習とかその辺がまた復活していく気はしますけどねっていう感じですね。まあ今新しい生活様式とか2年前からね叫ばれてますけどね、やっぱりいいものと悪いものはやっぱりちゃんと分別して
悪いものはやはりね、消す作業も必要だと思うんですよね。いいものは取り入れる、継続するけど、やっぱりどう考えても我々の健康とか精神的な負担をかけるような風習とかね、ルールは話し合ってやっぱりなくしていかないとね。どう考えても健康を害したりとかね、いうような風習とかね、生活様式とかね、そういったものがあると思うんですよね。だからその辺は話し合ってなくしていかないといけないと思いますけどね。で、あとはおかしいと思ったら、上司であろうが先輩であろうがね、言いにくい人であろうが、その場でやっぱり意思表示をすることですよね。意思表示をして話し合いで解決に向かいますんでね、その場を流す感じで何も言わずにね、過ごしてしまうと、まあ楽な部分の方が多いとは思うんですけどね。だけど長い目で見たら、その風習がずっと残ってしまって、誰かが我慢しなきゃいけないっていうね、世の中にどんどん変わっていきますのでね、その時にやっぱり上司、先生、先輩、言いにくいことをもうどんどん言っていかないと良くはならないと思いますよ。だから今みたいな全体主義みたいなね、世の中になってしまいますからね、今後もその辺は注意して生きていった方がいいと思います。ということで一旦終わります。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。